春田さんが本当に俺のことを好きになってから言ってください。好きじゃなきゃこんなこと言いません。じゃあちょっともう少し近づいてみましょうかね。はいはい、ありがとう。それにしても美男美女カップルですね。息もぴったり。息もぴったりか。今日出会うの2回目なのに。大丈夫ですか？あ、はい。素晴らしい。もういい。結婚に愛なんていらない。もう連絡なんて来るはずない。分かってるのに、なんで浮気なんかしたのよ。浮気だよ。本気じゃないんだよ。それで婚約破棄とかなくない？私の5年間にはいつも健太郎がいた。毎日何度も何度も LINE のやり取りして。やめたやめた、私が別れるって決めたんだから。なんだ、マッチングアプリの広告か。即日結婚してくれる女性を募集します。27歳男性。バイト募集かよ。結婚を何だと思ってるの？結婚っていうのは愛する人同士がするものなんだから。でもこれってすぐに結婚できるってこと？もう誰でもいい。この場所から私を救い出して。新郎さん、新婦さんのおでこにチューしてもらっていいですか？あ、チューはちょっと。2人だけするんだ。性格も素性も何もかも知らない私たち2人は即日婚をした。行きましょうかね、お二人様。もっとぐーっと近づきましょう。はいはい、あ、いいですよ。あ、本当にしていただいていいんでね。はいはい、行きましょう。はい、しちゃいました。今私普通に笑えてた？おはようございます。おはようございます。わー、いい匂い。春田さんも飲みます？はい、いただきます。すいません、こんなカップしかないんですけど。いえいえ、全然。あ、何か昼食作りますか？昨日パンを買っておきました。すごい、三浦さんって気が回りますよね。春田さんの好みが分からなかったので適当に買っておきました。うわー、なんか私幸せかも。そろそろ行きますね。あ、じゃあ私も。春田さんはゆっくり食べててください。行ってきます。行ってらっしゃい。玄関まで行った方が良かったのかな。私たちお互い何も知らないもんね。私がどんなパンが好きなのか、お互いがどこに勤めているのかも。ハルタ、忙しい？ううん、ちょっといい？実はさ、同期でハルタの結婚パーティーを企画してたんだよ。まあ、
残念な感じになったって聞いて。焦った。健太郎の方か。そりゃそうだよね。みんなに話してないんだし。俺からしたらラッキーだったんだけどさ。またまた。なんか思ったより元気そうだな。そうかな。ってことで今夜はご飯でも。ごめん。今日は早帰りなんだ。またみんなで同期会でもやろうよ。ね。言えないよね。また誘うよ。こんな心配してくれてる同期に、もう別の人と結婚したんだ。なんて。私の分だけ買うのもな。かといってペアマグも。これ。ケンタロウとお揃いで買ったやつだ。おー、アミじゃん。ケンタロウ？そのマグカップ。あ、これ違うの。本当意味なくて。やっぱり俺たち別れちゃダメだったんじゃない？何？勝手なこと。じゃあさ、友達としてこうやって会おうよ。会わない。なんで会おうよ。もっと軽く考えればいいじゃん。ね。なんでそんな顔すんの。もっと軽く考えようよ。いいじゃん、会うくらい。ね。会わないっつってんだろ。三浦さん、なんでここに。亜美の知り合い。俺の妻に触んなよ。え、妻。もう呼び捨てもしないでもらえる。浮気男がヘラヘラ話しかけてんじゃねえよ。私ね、結婚したの、この人と。ごめんな、知らなかったとはいえ。ううん、俺が言うのも変だけど、おめでとう。そうだよね、結婚はおめでとうなんだよね。なんかすっきりしたかも。じゃあ俺仕事残ってるんで。はい。そう思えたのは三浦さんのおかげなのかな。あ、おかえりなさい。カレー。ちゃいました。あ、もしかして何か買ってきました。明日食べるんで大丈夫です。あの、さっきはありがとうございました。元彼の。ああ、当然でしょう。ハルタさんの今の男は俺なんだし。なんか出過ぎたことしちゃいましたかね。あ、いやいやいや、事実ですから。あのカレー辛かったですか。あ、いや、美味しいですよ。ほら。うん、うん、うん。今度からは甘口にしますね。お願いします。三浦さん、かわいい。何も知らない男の人だけど、私の旦那さん。うわー、どうしよう。私ときめいてる。最近気がつけば三浦さんのことばかり考えてる。ダメ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 。
さか同じ会社だったと。お互い会社すら聞いてなかったですね。お見合いでも普通それくらいの情報ありますよ。確かにありますよね。アミ、真夏先輩と知り合いなの？え、あ、いや、いや、仕事でちょっと頼みがあって。ケイリンですか？じゃあ、アルタさん、また改めてお願いします。はい。じゃあ、お疲れ様です。なんか怪しいな。えぇ、アミって自分の彼氏が興味なかったもんね。うんうん、そんな有名な人なの？そうだよ。三浦真夏、入社1年目で営業成績トップになって、その成績をキープし続けてるんだから。おまけに社内一のイケメンでしょ。みんな狙ってるよね。私の旦那さんって知ったらみんな驚くよね。まさか自分の家に帰るのに迷子ですか？スーパー寄ったら道が分かんなくなっちゃって。本当に迷子だったと。私方向痴なんです。そうなんですね。私たちのこと会社の人に言わない方がいいですかね？内緒にしておきましょう。はい。三浦さんモテるだろうし、どうしてネットで即日婚なのか、どうして私と愛なんていらないって思ってたのに、三浦さんに好きになってもらいたい、こんな風に思ってもいいよね。私はやっぱり相手から攻めてきてほしいもんね。その部屋着かわいいですね。似合ってますか？うん、ビールもあるんです。はるたさんって、いやいや、あみちゃんって気が使えるんですね。そのためには仕掛けるしかないっしょ。クゾーあざと攻撃。一緒に飲みます。仕方ない。本当は隣に座った方がアピレルけど。お酒、俺に合わせなくていいですよ。ああ、なんかしらけさせちゃったかな。一応俺は旦那なんだし、無理とかはしないでください。なんだ、やっぱり三浦さん優しい。じゃあもう一押し。なんか寒くないですか？それが短すぎるんじゃないですかね。ほら。いや、今じゃなくて寝るとき。それは一緒に寝たいってことですか？え、そうくるの？もしや相手に言わせる感じ？ダメですよ。え、断られたかー。春田さんが本当に俺のことを好きになってから言ってください。好きじゃなきゃ
こんなこと言いません。こんな顔してずるいですね、春田さんは。寝ましょうか。なんだ、キスだけね。あれ、なんだって言いました？言ってないです。ん、待って待って、三浦さんってド S なの？おはようございます。おはようございます。あれ、もう行くんですか？だったら私も。会社にバレたら困りますよ。じゃあ行ってきます。分かってるけどさ、クールすぎない？何もなかったみたいに。なんか寂しい。いや、予約します。あれ、春田さん、もしかして僕ですか？取引先の入金先変更の件ですよね。どうぞ。積極的ですね。ここ会社ですよ。分かってます。嘘です。俺に何か用事でもありますか？いえ、ちょっと顔を見に。どうだこの直球攻撃は。あ、そうだ、今日家に郵便物が届くと思うので確認しといてください。わかりました。攻撃が効かない？そろそろ行った方がいいんじゃないですか？はい。見ちゃった。え？お前にしては珍しいじゃん。何のことですか？身近なところで。別に。社内は面倒だぞ。ご忠告どうも。